さあ寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、なんなら少し遊んでらっしゃい。吉田 IR が開業したよ。吉田、何を始める気だ。あ、ラタトゥユ先輩、どうしたらそういう間違いができるんだ。暁だよ。あ、暁先輩か。暁とラタトゥユってなんか似てなくないですか。似てねえ。何なんだこれは。今度の記事に大阪 IR のことを書こうと思って調べていたら、すごく儲かりそうだったんで、編集部で僕も IR を始めたんです。お前はアホか。なんで新聞社の中にギャンブル場なんか作るんだ。でも先輩、IR はギャンブルだけじゃないんですよ。ん？そうなのか？そもそも IR はインテグレーテッドリゾート、統合型リゾートの略です。つまり、ギャンブルのみならず、いろんな娯楽施設があるんですよ。おう。どんな施設があるんだ？大阪 IR 構想では、グレードの異なる3つのホテル、世界的なアーティストのコンサートが見られる劇場や、6000人以上が入れる大会議場、合計2万平方メートルの展示場まであるんです。ずいぶん大規模な施設だな。それだけ観光客を見込んでいるってわけか。計画では年間来場者を2000万人と見込んでいます。7割の1400万人が国内客の想定でして、年間売上は5200億円の見込みです。国内客1400万人、日本国民の10人に1人以上は来るって見込みなのか。すごい見積もりだな。そうですね。国の報告書では根拠がはっきりしてないとか言われちゃってますけれども、まあそんなのどうでもいいんですよ。どうでもよくないだろう。実際にギャンブル依存症の心配もある。だから国内客には割と高めな入場料6000円を取って、さらに入場回数を7日間で3回、28日間で10回までに制限する予定です。回数に制限をかけるのか。すると毎年大阪府と市に納付金など合計1060億円が運営する民間事業者から入る予定でして、それらは子育て支援や教育、ギャンブル依存症対策に使われる予定ですから、何も悪いことだけじゃありません。今回 IR 構想は経済的なメリットばかり強調しているが、その弊害に対して何をどう対策するのか、そっちの説明をもっとするべきだな。反対する市民団体も、そもそも IR を作らなければ依存症も生まれないって批判しているらしいじゃないか。その点僕の吉田 IR は対策しています。依存症にならないために入場料は1万円。明日までにその資料全部目を通して使えそうなところ抜き出しておいてくれ。 IR だけに嫌です。ラタトゥユ先輩、黙って仕事しろ。